どうもこんにちは。基本的に年に3回旅好きの50歳以上の大人の皆様のために設定されている JR 東日本の大人の休日クラブパス、利用されてますでしょうか。今年度からはこれまで試験的に発売されていたグリーン車用も年3回設定されていまして、このグリーン車用というのがですね、果たしてコスパ的にどうなのか、このあたりを検証してみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。駅ネットで購入する場合は大人の休日クラブパス JR 東日本乗り放題で5日間18,800円で、グリーン車用は35,000円、これは駅ネット限定になります。プラス16,200円でグリーン車に6回乗れるということなんですけれど、憧れのグリーン車に6回乗れるのはとても嬉しいことなんですけれど、普通車用の倍近い金額を支払ってまで乗る価値はあるのかどうかを見ていきたいと思います。16,200円を6で割ると2,700円、1回あたり2,700円以上のグリーン車の利用があれば、元は取れるということなんですけれど、コスパ的にどうなのかというところを検証してみたいと思います。グリーン料金見ていきますと、100キロまでは1,300円、200キロまでが2,800円、このあたりが採算ラインですね。400キロまで行きますと4,190円、つまり100キロ以上乗りますと基本的には元は取れてくるんですけれど、100円の差額だけではなんとなくお得感ってないですよね。そこでやはり200キロ以上乗りたいものです。金額でいうとこの4190円ライン、ここは突破したいですね。つまり最低でも1乗車あたり400キロまでと4,190円、1,490円お得というところにたどり着きたいものですね。利用できるのは JR 東日本管内を走る新幹線特急列車のグリーン車なんですけれど、各新幹線のグランクラスまたはサフィール踊り子のプレミアムグリーンなどは利用できません。200キロを超えるというエリアは東京を起点にするとどこまでかということを見ていきたいと思います。まず東北新幹線見ていきますと、東京から郡山まで行きますと 226.7 キロ、郡山から北に行くとグリーン料金4190円というエリアに入っていきます。これを比較的簡単にクリアできますね。上越新幹線見ますと、越後湯沢までは200キロには満たないので浦沢まで 228.9 キロとなります。北陸新幹線は長野よりも先へ行かなければ200キロ超えません。長野までは 222.4 キロ、飯山、上越妙高などに行く場合は4000円超えてきます。ということで、新幹線を利用する場合は比較的簡単に200キロを超えるエリアまで到達可能なので、東日本乗り放題35,000円というこの設定は決して悪くはないかなと思ってます。18,800円の普通車指定席6回でも十分といえば十分ですけれどね、ただ贅沢な時間を過ごしたいという方は35,000円、グリーン車6回まで利用可能というのはコスパ的にはありかなと思っています。これが分かりやすいですね。こんな乗車はないと思いますけど、東京から小山、これはちょっと論外で、で、2800円エリア、これ那須塩原までです。でその先北行きますと仙台までは4,190円、そして盛岡まで行くと5,400円、八戸までは5,600円、東日本パスの北限の新青森まで乗車すると6,600円というグリーン料金になります。せっかくでしたら盛岡以北までは行きたいなと思いますね。上越新幹線の場合は終点の新潟までグリーン車を利用しても300キロ台ですから、個人的にはこの先の在来線特急稲穂号などでグリーン車を利用することをお勧めしたいと思います。結局グリーン車で移動するというのは、スピードではなくて乗車する時間の方が重要なのかなというふうに旅人としては思ってしまいます。せっかくグリーン車乗るんであれば長く乗りたいというのが心情ではありませんかね。さあそして、今回の大人の休日クラブのパスの中で最も高額なのが、東日本北海道仕様の5日間グリーン車5万円、これが一番高いパスになるんですけれど、この場合は、絶対北海道まで行くわけですね。ただ残念ながら北海道新幹線の利用期間は短く、あとは全て在来線になります。在来線のグリーン料金などを含めるとどうなのかと、
料金は通常のパスに比べて23,380円プラスになります。これがグリーン車6回利用できますから、1回あたり3896円と、東日本のグリーン仕様に比べると1200円もお高くなるんですね。1回あたり4000円近い追加料金を支払って、東日本、そして北海道仕様の5日間、コスパ的にどうなのかというところを見ていきましょう。JR 北海道の鉄道網も随分寂しくなってしまいました。そんな中で一応この地図上、ほぼ特急列車は網羅はされているものの、じゃあグリーン車としての利用価値はどうなのかと。改めてこのグリーン料金の設定、もう200キロまでというものは2800円ですから、やっぱり400キロまでという、最低でも4190円区間までは乗りたいわけです。最低でもやはり200キロは乗車しなければ、これはコスパ的によろしいとは言い難いものがあります。で、北海道内を走る特急列車で最長距離は特急宗谷、札幌から稚内、396.2キロ、つまり400キロに満たないんですね。札幌網走を結びます特急オホーツクもですね、走行距離は 374.5 キロということで、やはりこのグリーン料金の設定範疇では200キロから400キロまで、4190円というところがマックスなんですよ。つまり、400キロ超えというところまでは到達できません。そこで札幌起点に200キロを超えるところは、宗谷本線だと名寄213キロです。ここで、コスパ的には OK ですね。帯広ですね、ここも 220.2 キロということで、4190円のカテゴリーに入ってきます。石岡本線は札幌から白滝まで 222.7 キロ、手前の上川などでは200キロには及んでないんですね。そして函館行きの北斗の場合は長万部まで行ってやっと200キロを超えるわけですね。また北海道新幹線で新函館北斗から、北斗号を乗りますと、白老より先に行かないと200キロ超えてこないんですね。208キロとなってます。ですから道内で200キロを超えるというのは、そこそこ遠いところまで行かないと、元は取れないんですけれど、1回あたり4000近いプラス料金を出すんであれば、やはり200キロというこのラインは超えたいものですね。ただ東京から新函館北斗までのグリーン料金は結構お高いんですね。片道9400円プラス、往復で18800円ですから、この普通車用のパスに23380円という追加料金を支払って、新函館北斗までこれ往復すればですね、18800円ということで、大きなアドバンテージは取れるわけです。23380円の追加料金に18800円を引いて、4580円ですかね。ですから、あと北海道内で4580円分のグリーン車を利用すると、元は取れてくるんです。ただ使用方法によっては、逆にお高くつく場合もありますので、これは考えた上で、購入することをお勧めします。おそらく北海道に行く方で函館往復でこのパスを利用する方は少ないと思いますので、おおむね札幌ですとか、それよりも先を目指す方が多いと思いますので、グリーン仕様を買っても損ではありません。コスパを考えると普通仕様の方がお得ではありますけれどね。このあたりは長距離移動になりますので、やはりグリーン仕様の方が、ゆったりと旅ができることは言うまでもありません。私は次回これを購入しようと考えています。ちなみに東北新幹線のグリーン料金と北海道新幹線のグリーン料金は投資料金ではなくて、それぞれ JR 東日本、 JR 北海道の料金設定に従って積み上げ式になります。東京新青森間の6600円、そして新青森新函館北斗間の2800円を合算した金額、9400円という金額になります。これは結構大きいですね。唯一心配なのは、大人の休日クラブパス東日本用と、それから東日本プラス北海道、そして北海道だけも3種類含めてですね、合計普通車用は3万枚発売されます。ただグリーン車用というのは1000枚を上限としてるんです。これ1000枚って結構狭きもんな上、おそらく多くの方が東京から新函館北斗間を利用すると思われ、果たしてグリーン車お目当てのものが
確保できるかどうかは疑問です。ここだけ気をつけていきましょう。そして最後に北海道5日間のパスを見てみますと、これは普通車の場合は 17,400円、そしてグリーン車用は 35,000円、つまり 17,600円プラス、倍ですよ、倍以上ですよ。これ果たして需要があるのかなと思いますね。しかも北海道新幹線は利用できません。在来線の特急のみで1回あたり2933円のグリーン料金が追加となりますけれども、3000円ほどを出しましてどうなのってことですね。つまり200キロ未満の場合は2800円で乗れるわけです。そうなると先ほどの札幌を起点とした名寄、あるいは白滝、あるいは帯広、そして長万部、これをクリアするのであれば普通車用を買って、で場合によってはグリーン料金を追加した方がよっぽどコスパ的によろしいのかなという気がします。正直言ってこの北海道のみ5日間35,000円でグリーン車6回というのはあんまりお勧めできないですね。むしろまあ自分が北海道にいた頃はですね、話の種に一度は利用したかもしれませんけれど、コスパ的にもそれほどお得とは言い難いものがあります。やはり、17,400円で、JR 北海道普通車乗り放題、そして指定席券6回発行の方がコスパ的にはよろしいかと思っています。それにしても北海道北斗や大空号などから自由席が消えたというのは悲しい限りですね。 JR 北海道の厳しい事情も重々承知はしていますけれど、今一度驚くようなフリーパスが発売されることをお祈りしています。コロナの期間中は確かね、乗り放題12,000円とかそういうのがあったんですよね。北海道に関しては大人の休日クラブパスはあまりお勧めできないと、そんなお話もしてみました。ということで今年度から新たに、年3回設定されました大人の休日クラブパス会員限定切符のグリーン車仕様のコスパを検証してみましたが、もしよろしければ参考になさってみてはいかがでしょうか。それでは大人の皆さん、素敵な旅をしようではありませんか。今回はこのあたりで失礼します。最後までご覧いただきましてありがとうございました。